ントを見た時に春夏こう色で楽しみたいなってい う, こう私のテンションにすごくぴったりなコーディネートだなと思ってまず選んだんですけども、細かくというかよく見ると薄く緑のこうぼやっとしたラインが入ってたりとか、パステルカラーで絶妙 な, なんかこう色味の線状ライン状の柄にこう黒いパイピングで締めてあるこのメリハリがすごい可愛いなって思ったのと、なんといってもこのブルーがすごくキャッチーですし、なんか着てる自分も見てる人もこう明るくなるような、なんかそういうポジティブなカラーがなんか今年はたくさん着たいなと思うので可愛くてお気に入りです。そう、背中もなんかちょっと肌が見えるデザインになっていて、皆さん見てくれじゃあ着替えてきます。お疲れ様です。今回の撮影、そうですね、まだ6体目なんですけど全部可愛くてノリノリでやってますこのコーディネートはまずモノクロ、こうモノトーンっていうところがすごく好きで、なんかこのスカートもこのボリューム感がすごい好きだなって思ったのが1個と、あとはツイード素材のベスト型のこのトップスも高級感もありながら素材がすごく柔らかいのでカジュアルにも着れる万能性みたいなものがいいなと思って、この組み合わせがすごく可愛いなって思いました。頑張ります。10着目をあと5着で終わっちゃうこのワンピースはもう王道な感じ、街中にいてパッと映えるようなこの真っ赤なワンピースと、あとは袖だったりのフリルだったり、あとはこうちょっとここがキュッとしてるんだけれども、そこまでこうなんだろう、タイトすぎずゆるっと着れるのに綺麗に見えるボディラインがすごく私はお気に入りです。このワンピース着て、どこだ、ちょっと海辺のカフェとか、友達とドライブがてら海辺に行ってカフェでもうゆったり添い立てを飲む日、どうですか？みんな笑っちゃってるみんなが笑い始めちゃってるこのコーデの好きなポイントは、デコルテが綺麗に見えるちょっとウェービーなラインの胸元と、あとはなんといってもこのすごく体にフィットするタイトさがすごく女性らしくて可愛いなって思いました。でもなんかこういうちょっと絶妙な色味というか、ちょっとくすんだカラーっていうのも素敵だなと思いました。これ実はここに足にもスリットが入ってて結構セクシーな感じに見えるんですけど、私はこう逆にデニムとか入れたりとかして、なんかこうカジュアルさもプラスして着たりします。はい、一番のお気に入りは夏海辺に着ていきたいって思った赤いワンピースです。添い立て用のためのワンピースです、はい、可愛くて夏らしくてもう1枚で主役になれるようなワンピースなので絶対ゲットしたいです。
最後まで見てくれてありがとうございました。またね。